東京ヴェルディ選手会会長の柴崎隆博です。私たちのホームタウン東京は新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。その中で多くの方がこれ以上の拡大を防止しようと昼夜を問わず働かれています。医療従事者の皆さん、社会インフラの維持管理に従事する皆さん、行政関係者の皆さん、その他新型コロナウイルスに最前線で立ち向かう全ての方々に感謝します。皆さんへの敬意を表すために私たちは夜8時に激励の拍手を送ります。感染拡大防止のために自分たちができることは何か、外出自粛、手洗いうがいの徹底など私たちができることを続けます。本当にありがとうございます。一緒に頑張りましょう。